続いて有田芳生君民進党新緑風会の有田芳生です2013年をピークにしまして日本中で差別の扇動であるヘイトスピーチが吹き荒れてまいりましたそれから3年近くは経ちましたけれども例えば今年の4月29日大阪梅田の淀橋カメラ前で やはりヘイトスピーチを目的とした平和の日というくくりで凱旋活動が行われました、それは平和の日という、まあ、これはあのヘイトスピーチやるときには、例えば4月17日、岡山では拉致問題をテーマにして、実際にはもうヘイトスピーチばかり語っているという、異常な状況がずっと続いてまいりました。 しかし、4月29日、梅田のヨドバシカメラ前で行われたその凱旋においては、うんえ、ある人物、具体的に言いますと、京都朝鮮第一初級学校を襲撃し、徳島県教祖を襲撃し、で労働制約に抗議に行き、強要罪で逮捕され、1年6か月の実刑判決を受けた人物があ出張してきまいりまして、 そのヨドバシカメラ前での外戦活動に参加をしておりました、でその彼がマイクを持って、大きな声で在日コリアンの排斥を語り出したときに、周りにいた主催者がその発言を止め始めた、こんなことはこれまでありませんでした、これはやはりヘイトスピーチの現場で戦い続けた方々、あるいは被害当事者たちの戦い、 あるいはそれを支えた地道な専門家の方々、その大きな戦いが、やはりそういう成果を生んだんだろうと、私は判断をしております。でもちろん、大阪はヘイトスピーチ条例が制定されましたし、この4月29日というのは、与党法案が4月8日に提出をされて、私たちが法務委員会でずっと議論をしてきた、そうした影響も、やはりそういう差別をする人物たちにも深い 影響を与え始めたんだと私はそのように理解をしておりますでそこでこの与党法案について具体的に質問をいたしますまず法務大臣にお伺いをいたしますけれどもヘイトスピーチって何ですか岩木法務大臣ヘイトスピーチの概念ですがこれは必ずしも確立されたものではございませんが 法務省の人権擁護機関におきましては特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動を念頭においてこれらが許されないものであるとする啓発活動を行っておりますまた昨年度法務省が公益財団法人人権教育啓発推進センターに委託して実施した調査におきましては一般的に いわゆるヘイトスピーチと指摘されることの多い内容として1つに特定の民族や国籍に属する集団を一律に排斥するもの2つに特定の民族や国籍に属する集団の生命身体等に危害を加えるもの3つに特定の民族や国籍に属する集団を別称で呼ぶなどしてことさらに誹謗中傷するものという 3つのががあることを念頭に調査が実施されましたヘイトスピーチの対象とされている方々などにご協力いただいた聞き取り調査におきましても、多くの方々がヘイトスピーチと聞いてイメージするものとして、これらの内容を中心に挙げられていたものと承知をしております、はい、有田君次にあの提案者にお聞きをしますけれども、国際人権法においては、 定義はされていないんだけれども、ヘイトスピーチを規制するということは、3つの条約で明らかになっております、具体的に言えば人種差別撤廃条約、ジェノサイド禁止条約、そして自由権規約です、でヘイトスピーチの本質というのは、国籍でくくるものではなくて、民族である、私はそう理解しておりますし、国際人権法の観点から言っても、そのようにこれまで、えー、認識をされてまいりましたけれども、 そこでお聞きをしたいんですが、本与党の法案では本法外出身者にせばめられておりますけれども、その理由はどういうことなんでしょうか。発議者役田勝男君、ありがとうございます。まずあの先ほど有田先生が冒頭でお話をいただいた事案、まあまさに我々もあのねまあまず質問に入る答え回答に入る前にちょっと一言だけ。えー 私たちがこう目指しているのは、まあ、このような言論、対抗言論も許されないような規制で、わーってやってくる言論、抵抗も発言も許されないような形で、大勢でわーってやるような言論はこれ許されないと、そういうような理念を作る、ただ、一部の人は、多くの人はそれは悪いものだけど、声を上げられなかったけど、それを上げてもらうような形で、 理念として掲げて、そういう社会を作っていかなければいけないんじゃないかという思いで、この法律を今、作らせていただいているところであります、そういう意味でも、有田先生はじめ、この問題に尽力をされた方々の努力が、どんどんこう社会に普及をしているというところであり、改めて有田先生のこれまでの活動に敬意を表したいというふうに思います。その上でで外出身者に狭めた理由とというここありますがえこちらはまああの 経緯に少し関わるところもありますので、えーあのー、私も、まあ、公明党でありますけど公明党も一昨年にはこのプロジェクトヘイトスピーチに関してのプロジェクトチームを作って昨年の7月に、えー、内閣の方に対,対案を提出いたしました提言もいたしたすぐに予算措置を取って実態調査をしていただいたわけで,で私も8月にはこの場で ヘイトスピーチにった特化した形での理念法というような話もしたところであります、でその時にやはり注意をしたことは、一つは表現の自由なんですけど、もう一つは、理念法である以上、国民全体の一体の意思として、このような社会は許されないという意思をこう発言しなければいけない、そのためには、全体の意思としてのこう理念というものがしっかりと確認できるような形のものがまず大事であるというところであります。その意味で 立法事実というところを捉えたところ、ちょうどあの京都朝鮮第一初級学校事件で、やはりまさに地域社会で、本邦外出身者の方々がその出身というものを理由にして差別をされている、こういうようなものは表現の自由の範囲外でもあり、法の保護にも渡しないというような事実もあった、立法事実があったというところであります。ででですので未練を掲げるる上ではまず立法事実があとところをしっかりと これは、免疫をしていこうというところで、本法外出身者という言葉をこれ、つけさせていただいた、ただあの、あくまでこのような分断を生むような言論というものは許されないし、そのようなものは、金輪際なくしていくような社会を作っていこうという理念を我々高らかに宣言しようとしているところであります、この趣旨からも、ここでこういうような言葉が書かれているから、それ以外のものはじゃあ、許されているというような趣旨を当然出しているわけではございません。 一つの立法事実として全体で、えー、しっかりと共有できるところをこれ、明記をした、その意味でのこの文言を設けさせていただいたわけですが、えー、それ以外のところ、許されるというところではないというところを、あらかじめ申し上げておきたいと思いますう田君差別者団体、在特会などが、例えば一番注目を最初に受けたのは、2009年、カルデロンちゃん一家。 敗劇事件でしたこれはあの在留資格がないご両親のもとで娘さんが生まれましてご両親はあのフィリピンに帰らざるを得なかったんですけれどもカルデロンちゃんは中学に通っていたところに差別者団体在特会たちがヘイトスピーチを子どもたちに向けて始めたそれがあの注目をされた最初なんですけれどももちろんこれまで 東京の新大久保、大阪の鶴橋、あるいは川崎の桜本地区へのヘイトスピーチもずっとつい続いているという異常な状況があったんだけれども、在日コリアンの人たちだけではなくて、オーバーステイの人たち、あるいは難民の人たち、そういう人たちへも攻撃が続けられてきました、あるいは奈良の水,水平社博物館への攻撃が2011年にありました。でこの間4月25日に 高松高裁で徳島県競争襲撃事件については、これは拉致問題なんかも利用していたヘイトスピーチでしたけれども、高松高裁では、人種差別的行為というふうに控訴審判決で認定をされております、つまりは在日コリアンだけではなくて、水平社博物館などなど、さまざまな対象に対してヘイトスピーチが行われております人権擁護局長にお聞きをします。 アイヌ民族に対するヘイトスピーチというものも、この数年間、ずっと今でも続いておりますけれども、その実態、把握されてますでしょうか法務省、岡村人権擁護局長。はい、法務省において、その実態を網羅的に把握しているとは言い難いところではございますが、内閣官房アイヌ総合政策室が、平成27年に行いました、アイヌの人々、 1000人を対象とする調査の報告書においては、ネット上でアイヌに対するデマや偏見が見かけられる、心の奥底の本音なのだろう、あるいは銭湯でアイヌが入った後の湯には入らないでと言っているのを聞いたことがありましたなどとの記載がございます有田君、提案者にお聞きします。 今、人権擁護局長が実態調査の中から語ってくれたアイヌ民族へのヘイトスピーチ、あるいは難民、あるいはオーバーステイの人たち、そういう人たちへの差別の扇動攻撃というのは、与党法案から判断をしても、これは許されないという理解でよろしいですね初議者、難民については その難民の後も、これはまあ申請後の特別資格等もあります、適法にという部分にも該当する、また、あのー、オーバーステイであったり、また、アイヌの方々でもまた先ほども申し上げましたとおり、この法律は、あのー、理念法として、まあ、このような人の人格というものも、これも尊厳も愛し、落としめて、そして地域社会からも排除をしろというような、 その目的のもとで向けられた言論というものは、これは日本社会も分断するものであり、許されないということを国民一体の意思としてこれは宣言するものであります、その趣旨から考えて、文脈上、これに該当するというようなものであれば、当然それは許されないということを強く宣言したものであるというふうに理解をさせていただきたいと思っています。田君さらにに提案者にお聞きをします一部の国会議員は例えばツイッターで この法案与党法案では、米国軍人に対する排除的発言が対象になります、あるいは許されないということを宣言することが、この与党法案の骨子なんだと、米軍基地に反対する人たちが、今日も、今の時間も辺野古のゲートの前でさまざまな行動をしておりますけれども、基地反対運動に対する ヘイトスピーチっていうものを何とかしようというのが、この与党法案の目的の一つなんでしょうか、明確にお答えください発議者参議院議員、西田昌司君、はい、あのこの法案ですね、あの先ほどから説明してまいりましたように、いわゆるあの地域社会に適法に居住する、ですね、えー、その本邦外出身者に対する不当な。 差別扇動でありまして、まあ、米軍の反対運動、基地反対運動とはですね全くあの立法事実としてそういうことは想定しておりません、そしてかつ、ですね、まあ、その一概にどういうことを彼らが言ってるのか分かりませんけれども、いわゆるこの米軍の反対運動というのは、ですね、まあ、これ、政治的な発言であり、ですね政治的な運動でありますから、まあ、そういうことをですねこの法律をもって、ですね、えー、も,ともともと禁止規定はありませんけれども、えー、そ,のそのことをですね、 えやめようとかいうことを言ってるものでは当然ごあいたせん。有田君この法務委員会に、参考人として在日のコリアンとして来てくださったお2人が、4月29日に私宛にメールをくださいました、与党法案がどうなるんだろうかということで、様々な議論がある中で、1人は、 京都朝鮮第一小中学校、襲撃事件されたときの保護者であり、そして参考人にも来てくださり、さらには刑法学者であるキム・サンギンさん、皆さんに資料をお配りしておりますが、読み上げます、キム・サンギンさんのメールです。本法案が成立しても実効性がなく無意味だし、与党のアリバイ、ポーズのための法案で、むしろマイナスだから反対する主張がありますが、私はそうは考えません。 従来このような法律が日本に全くなく、初めての試みです。その意味で最初の一歩と位置づけて、この度の法案を何としても国会で成立させることが急務と考えます。その意味で、付帯条項をつけることに賛成します。本法案が案になることを考えると、本法案が成立することのプラス面にとって多大と考えます。どうかよろしくお願いします。もう一人 参考人で来てくださった川崎桜本にお住まいのチェ・カン・イジャさん、ちょっと長いんで、あの途中、省略しながらご紹介をします。この法案や付帯決議について、新聞等を報じられている指摘にあるように、不十分な点はありますが、私は胸がいっぱいです。私たち桜本の町は、あの絶望が希望で上書きされていく明日を喜び歓迎しています。 会う人会う人が私の手を握り言葉にならないと涙を浮かべますあのヘイトスピーチによって沈黙を強いられた若者は日本を嫌いにならなくて済んだと安堵の表情で語りました何よりも胸を痛ませながら法案の行方を祈るように見守り痛い足腰で強をついて院内集会に参加したハルモニ方が喜びます私たち川崎桜本地域はこの法案と付帯決議を持って胸を張って川崎市に 国がヘイトスピーチの根絶を宣言しました。国が地方公共団体に着実に実施するよう定めましたと、具体的な実効性のある対策を求め、共に根絶する立場で汗をかくことができます。ヘイトスピーチに触れてしまい、自身が在日コリアンだということを絶対に打ち明けられない、墓場まで持っていくと涙を流した大学生の人生が変わります。川崎市長さんへ助けてくださいと涙を流した 息子さんの名前が書かれておりますけれども、法律がないからと救われずに傷ついた心がやっと癒されます。13歳の子どもが大人を信じ,信じたことを悔やまないで済む社会が実現します。胸がいっぱいです、涙が出ます。絶望で起き上がれずに涙に暮れた日々が終わり、希望への歩みを進める道が法案と付帯決議によって整えられました。 これからこそが大切な一歩となりますヘイトスピーチ根絶の道しるべとなる法案不対決議が全会一致で決まるその時を安寧にともにありたいと思いますチェイさんの言葉ですチェイさんは今日この審議が始まった時も川崎市長と対面をして3万人の署名3万筆の署名をお渡ししてこれから川崎市にヘイトスピーチの抑止する条例を作ってください自分たちで運動を進めていくんだとその 訴えをして今この現場に急いで車で向かっているはずですあるいはもう来てらっしゃるかもわかりませんでこれは川崎の桜本だけではありません東京でも神戸でも京都でもヘイトスピーチをなくそうという条例を作る運動がこれからも続いていきます、えー、人権問題っていうのは終着点はありませんので今日出発点として私たち国会議員は当然ですけれども差別の現場で 直接体を張って対峙する人たち、被害当事者、そして地道な専門家の方々と,とともに、人種差別撤廃条約をこの日本に具体化する運動、さらに進めていくことをお誓いしまして、質問を終わります。